どうも、トマトブラザーズです,です本日もですね大阪桐蔭裏話をやっていきたいなと思うんですけども本日も皆様からね素晴らしいコメントをいただきました今回のコメントこちらです大阪桐蔭って公立校と対戦するときどういうテンションなんですか この質問をいただきまして面白いなって思ったのもありますしやっぱり大差になってしまう試合が多いんですよねどちらかといえばうんまなめてるではないですけどもなめた試合展開になると言った方がいいんだなうんまだ片やこっちはねもう全員が坊主狩りでも相手チームは髪の毛長いやつもおれば。 髪の毛染めてるるやつとと対戦ししたりとかもあるしうん本当にねあの大阪ってまあ今はね高校数どん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 減ってきてますけどもほんまにピンキリなんですよマジであの <laughs> めっちゃ強いですけどベスト32ぐらいからは結構みんな強いんやけどそこまで行くのがねなかなか大変というか,なんか大変というかまああのイージーな効率やっぱあるんすよ <laughs> 多分そうい いっったたととところとやる時の気持ちかかを教えて欲しいかなってしな思ったんで今回、まあ、10年前のテンションですから、まあ僕たちが春夏連覇した時に対効率校に対して考えてたことを発表していきたいなと思うんですけども、まあちょっと心して聞いてほしいというか、まあ10年前っていうのをまあ大前提に聞いてほしいし、まあまず僕がですね、公立高校に対して、 考えてたこと後輩とかによく言ってたのは、高校名って基本分かんんないんですよ僕、和歌山県出身なんで、どこの高校が強いぐらいは分かりますけど、バキバキの効率が出てきたときって、次対戦相手どこなんって言ったときに、なんとか工業です、みたいな。なんかそういう工業系が出てきたりしたら、全然分からんのよ。だけど、履正社です、PL ですとか、分かるんやけど、 なんとか公共ですとか言われたらわからん。わからん時に、初めに聞いてたのは、どれくらい弱いんって聞いてました。<laughs> 基本的にでも、そういう効率をやる時でも、どんな状態でも、ノービデオってことはないですね。ほとんど。一回戦はさすがにあれかな。以前対戦したりとかしてたら、あれやけど、一回戦だけ本当に情報はないかもしれないけど、二回戦以降は絶対に、 次の対戦相手っていうのは、あの、夏の1回戦の情報を僕たちはもう見てますね。偵察部隊が言ってるんで。なので、1回戦が一番、公立校からしたらチャンスかもしれないね。情報ないんでね。なんやけども、ある程度情報を入れた上で、だから偵察行ってる後輩たちに、次の相手を聞くんですよね。基本、あの、レギュラーは。どんぐらい弱いんと。まあ、後輩らは、まあ、マイナスなこと基本言わないんで、 ピッチャーがヘボすすぎますみたいなホームランめっちゃ出ます多分みたいなとか <laughs> あの <laughs> 僕たちにとって気持ちよくさせてくれるようなことを言ってくれてました後輩たちはねで「おいほんまかい」みたいな「そんな弱いとこあんのか」みたいなっていうテンションでやっててある程度どんなピッチャー何人おるとか2番手どんなんとか頭入れた上で戦いは絶対しますね夏の大会はねとはまあでも 基本やっぱり、あのー、舐めてますよ効率は。負ける負けへんとかいう次元のあれじゃないですね勝つことは決まってるんやけどどういううい勝ち方をしようかなみたいなな感じですなるべくまあ夏の大会は基本的にある程度も監督さんも1点でも多く相手より勝てばいいと言ってくださってるので結構そういうテンションになれるんですけど。秋 秋春とかそういうなんかこの次に向けてつながるときはほんまに勝ち方次第では練習あるんで練習がないような勝ち方をするようにしてましたしどんな話やしてたよなとんでもなく弱いとこってほんまにあるんでまあ皆さんもねあの大阪予選とか見てたらわかるかなまあ印象的に残ってるのは例えば大阪桐蔭対履正社がこう1回戦でこう。 当たりましたみたいなそういう試合ってね皆さんも印象に残りがちなんですけどそんな試合ばっかりじゃなくてほんまにヘボい,いんですよ相手がどんなレベル大阪桐蔭 B チームとかいうレベルじゃないんですよ大阪桐蔭の選手がリアルに逆打ち俺やった左打ち逆で打っても勝てると思う多分 聞き手じゃない方で打っても勝てるチームはいてると思いますね。それぐらいひどいとこひどいんで、まあこっちもね、そのビデオは見るけど、毎回そのトップレベルのテンションでいけるかって言ったらそうじゃないから。でも、まあほんまにこれ、まあ僕らの代だけっていうか僕の考え方やと思ってください。コールドにしないなら、点取りすぎちゃダメなんですよ。例えば、一番きついのが10対4とか。 コールドにもならへんのに、点数めっちゃ開いてるみたいな。でも9回までやらないといけないっていう試合は、めっちゃしんどいんで。5回10点コールドなんで、5回10点コールドを目指してます。えー、5回10点ぴったりを目指してます。最初は、闇雲に打つんですよ。大阪トニの選手も。バッコーン、バッコーン、ドコーン、ドコーンで打つんですけど、だんだん打ちすぎたら気づいてきます。これ、疲れるなと。 こんだけ打ったら、しんどいわ。ってなってくるんで、あの、これ監督の指示でも何でもないんですよ。僕の気持ちですよ。コールドで済んだら5回10対0。で、7回やったら7対0。うん、それ以上の点は取りたくない。9回まで行くんやったら3対0ぐらい。なるべくもうその規定の点数で収めた状態で行きたい。でないともったいないね。色い々ろいろもったいないから。 って感じっすかね。あとはやっぱその、調子の悪い選手ってやっぱりいるんで、本当にそういう効率高と対戦するときって、結構ピッチャーが、僕たちのバッティングピッチャーより、バッティングピッチャーみたいなピッチャーが出てきてくれるんで、調子の悪い選手はそこで調子を上げれる調整をするみたいな、試合中に調整するみたいな感じですね。まあ他の競合もそういう考え方なのかなって思うんですけど、だから僕も全然夏本調子じゃなかった、あんまり 大したことないピッチャーからなかなかホームラン打てなかったんですよ。もともとバコバコ打ってたのに。ですが、まあだん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 そういうピッチャーで調整していって、最終的には夏の甲子園ではホームラン打てるまで、なんとか調子は戻せたんですけど、まあ8回戦ありますからね。最初のほんまに4回ぐらいはそういう試合ですよ。今回は公立校と対戦する時のテンションという。 コメまあまあありきたりっちゃあ,ありきたりなんやけどまあちょっと特殊な感じとかねまあ監督さんからはどうやろうなあのほんまになめてかかるなみたいなことは毎回言われますけどもゴリゴリなめてますよ自分たちのバッティングピッチャーよりバッティングピッチャーみたいなピッチャー出てくるんだからそれはねまあほんまに地方大会のスコア見てもらうとわかりますわ、まあ、20点ゲームとかなったらほんまにね かわいそうなんでまあでも大阪桐蔭の選手は基本手は緩めないし試合中の掛け声とかも緩めないんで見ててもねそういうスタイルなんで常に隙を見せない野球これからも貫いていってほしいですそれではチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いしますありがとうございました